スタイリスト望月律子さんと緊急対談、まあ緊急かどうかわからないけれども、おしゃれとキャリアと人生と、まあ、ちょっとどこかで聞いたようなタイトルですが、あの全てが入った、まあ、対談をね、今日りっちゃんと一緒にさせていただくことになりました。りっちゃん忙しい中ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ちょっと自己紹介をいいですか？はい、はい、スタイリストの望月律子と申します。りっちゃんです。はい、すごく仲良くしていただいて、まあ、あのお友達です。はい、はい、そう、なんかさ、同業だから、あんまり現場で会うこともなくって、よもや2人が同時に入るっていうこともね、あのイベントとかではご一緒したことあるけれども、はい、なかなかないんですね。なのでちょっと私緊張してます。なんかスタイリストとしてスタイリストさんにインタビューしたりとか、するっていうことがちょっとドキドキしてるんだけど、りっちゃんいろいろ今日はね聞いていきたいなと思ってます。はい、でよろしくお願いいたします。で、スタイリスト初めて何年になるの？もうスタイリストってこうアシスタントでちょっと下積みを積んでから、こうスタイリストとして、まあ、やっていくんですけど、まあ、それをトータルで考えると、もう25年、6年、だから人生の半分以上やってるってことでしょ？そうですね、まあ、19から私このお仕事にちょっと、まあ、ずつこうお手伝いからスタートしていってるので、まあ、スタイリストとしてはもう20年ちょっとですかね。なるほどね。その今ちょっと、キャリアの話から、お仕事の話から入ったので、ちょっとそこから聞いてみたいなと思うんですけど、スタイリストってね、もう今や皆さんいろんな仕事の内容もご存知だと思いますけれども、スタイリストの仕事としてりっちゃんが一番大事にしてることなんか、それってりっちゃんってね、職人気質でいろんな、やっぱりフォトグラファーの方もあんなに丁寧に仕事をする方もいないし、あんなにプロフェッショナルな人もいないって皆さんが本当に口を揃えて言うし、私も本当にそういう意味ではリスペクトしてるんだけど、なんかスタイリストという一つの職業として大事にしてることって何かなってずっと気になってた。ありがとうございます。まあでもなんか本当に若い時はやっぱりトレンドも大好きで、なんかこうこれやっちゃえ、あれやっちゃえみたいなことが楽しかったんだけど、やっぱり自分も年齢重ねてって、まあ、スタイリストっていうお仕事のキャリアも積んでいくと、まあ、もともとはやはりベーシックが大好きでシンプルなものが好きだったから、まあ、好奇心でいろんなものにチャレンジするっていう意味では若い時はいろいろチャレンジしてたけど、やっぱりこう、そう、年齢を重ねてキャリアを重ねていくたびに、やっぱり私はベーシックが好きだし、なんかね、分かりやすくこう華やかなものを着てパッと盛り上がるよりも、こうじんわりなんかいいよねみたいななんかそういうスタイリングが多分好きなの。なるほど、うん、じゃあパッと見てパッて目につく、例えばページの中でっていうよりも、あ、なんか素敵って手が止まって、よく仔細に見てみると、なんという緻密な計算をもとにやっているんだろうっていう方が好きなんだ。好きなの。リツコっぽいわ。だからなんかこうスポンジにこう水をキュッと入れといて押していったらこうジュワーってなるじゃない。なんかああいうそういう感覚、ファッションを見た時に、なるほど、あ、なんかこれ素敵ね、なんでなんでなんでって思っても、ね、そう、もらうスタイリングが自分っぽいなとも思うし、やっぱりそういうことを楽しんでもらいたいなっていう気持ちはちょっと結構あるかな。なるほど。そこでじゃあ、そのじわっとそのコーディネートの良さとか分かってもらうために気をつけてるってことって何？例えば素材とか色なのか、シルエットとか、そうね、そうね、あんまりポイントを、例えば、ディテールと色っていうことをポイントに持ってこない。なるほど、うん、なんか例えばもう色が主役だったら、もうシンプルなもので色だけで、うん、何この色合わせみたいな、なんかそういう楽しさを楽しんでもらいたいなと思うの、でもなんかそれがデザインも色もになってしまうと、やっぱり、あ、わわわ、素敵素敵、なんかこう
わかりやすい、ファッションみたいな、なんかこう、あ、なんかいろいろ楽しんでるけど、なんかちょっと背伸びもしてるかもねみたいな、でもそういうおしゃれの仕方も絶対的に楽しくてあると思っていて、ただ私は何かどこかやっぱり自分らしくって、その色合わせをちょっといつもとチャレンジ、いつもと違うチャレンジの仕方をすることで、あ、なんかこういつもとちょっと違う自分をこうじんわり楽しむみたいなおしゃれの仕方をしてもらいたいなっていうか、まあ、それが自分自身も楽しいなってより強く思うようになってきた。なるほど。そうなると例えばベースはベーシックカラーだったりとか、まあ、誰もが持ってる色かもしれないけど、掛け合わせをちょっと変えてみるとか、まあ、ブレンドのこうなんていうの、はい、パーセンテージを例えば変えてみるとか、あのっていうことなのかなと思うんだけど、そのなんだろう、りっちゃんのそのある意味人に伝えたい、女性に伝えたいっていうその情報みたいなものってどういうところからこうインプットしてか、あのアウトプットっていうのかな、取り入れてるのか、取り入れてるかね、でも私はやっぱりね、あのデザインのトレンドって分かりやすく、まあ、私たちって展示会だったりとか、まあ、コレクションだったりとか、そういうものを見て、まあ、これいいないいなって、あ、そうなんだって思うけど、なんかあとはやっぱり私素材合わせとか色合わせみたいなことを大事にしているので、なんかそれはお洋服からインスピレーションを受けるというよりは、日常的にあるなんか、まあ、まあ、例えばお花と何かこうアクス、あのお花と葉っぱのなんかこう微妙な色合わせだったりとか、なんだったらショップカードのなんか色合わせとかで、うわなんかこれかわいい、これを洋服に取り入れたら面白いかもとか、そういうことはものすごく感じるかな。なるほど、そういうのはじゃ写真撮ったりしてるの？まあそうね、あのもちろん写真撮ることもあるし、あ、もうすぐに撮る、明日撮りですよみたいなとかも、私の場合はあの雑誌のスタイリングとかをすることがあるので、まあ、そういう時にもう すぐに撮り入れてみたりとか。あとスタイリストとしてずっと聞きたかったことがあって、あのこうページを、まあ、雑誌だったりとかウェブでもあのいいんですけど、見た時にそのじわっと人の気持ちに、染み込んでくるような記憶にじわっと長くあの残るようなあのスタイリングって、その色合わせとか素材合わせの妙みたいなこともあるんだけど、おそらくりっちゃんは私季節系があるなと思うの。季節系っていうのはモデルさんに来ていただいて、それをボタンをどこまで開けるかとか、襟を立てるのかとか、カフスをまくるのかとか、あとどういうふうにスチームをかけるのかとか、全部そういう細かいところにかかってくると思うので、意外とそれって同じ服を着せても全然人によってプレゼンテーションが違ってくる。それで気をつけてることってあるよ、なんか。なるほどね、なんかあの確かにそうね、季節系シャツ1枚着るのもそういうことって、ね、本当に大事だなって思っているし、まあ、そういうことをいろいろ今までもつないできてはいるんだけど、確かにこう、あのね、時間をかけすぎない、時間をかけすぎない、なんか例えば着た後にこうやって皆さんお直しとかちょっとね鏡ながら、でもそれをあまりにもやりすぎちゃうと、その着た時の服の良さがなくなってしまう、ちょっと体に馴染む感じが、でどこをちょっと抜くと少しこう例えばすっきり見えるかとか、この服を着た時のその良さがなんか引き立つかっていう、その多分本当に30秒くらいの間に感じることをこうパッとやるっていう方が、なんかそのお洋服と体の相性みたいなこと。なるほど、じゃああんまりそのお洋服に体を持ってかないっていうか、お互いがこううまく馴染むところを見つけていくみたいなことなんだ。そう、それで具体的に言うとさ、例えば白シャツをあるモデルさんにじゃあ着てもらいますみたいな時って、ボタンを開けるかとか、何で決めるんですか？まあ、もちろん合わせてるボトムだったりとかにもよるけど、やっぱりそのモデルさんの、まあ、モデルさんってやっぱり素敵に着てもらう職業だと思うんだけど、みんな体格が違うから、やっぱりその方にのちょっとこう鎖骨の、まあ、ちょっとした位置だったりとか、あ、この人は2つ開けてしまうとちょっとこうなんだろう、強く見えちゃうかなとか、なんかそういうなんか雰囲気って言っちゃあれなんですけど、やっぱり体に合わせ馴染ませていくような感覚なのかな。じゃあさ、コットンのさ、結構シンプルなシャツを、あの私の体型で、私の年齢とか、まあ、この肌の感じとかで着るときは、ボタンは、まあ、本当にシンプルなやつね、あんまりこう大きいものでもなくてみたいなときって、
ります。りっちゃんだったらいくつ、私だったらボタンを開ける。大草さんはさ、うん、やっぱりなんかこの辺りの、うん、私はこの、 あのデコルテの感じが大好きなの、うん、なんか海外の方みたいで、うんうん、そしってことでしょだからもうなんかむしろここに空気を入れるくらいな気持ちで結構がっつり開けたいかな、うん、3つとか開けちゃう、3つとか開けちゃって、こう少し抜いてここにも空気を入れて、なんかこの辺りのデコルテのこう綺麗さとかヘルシーさみたいなことも見せたいかなって思う。でもそれを色の白いちょっとこうふくよかな方がやってしまうとちょっとやっぱり違うじゃん、うん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 、その人の持ってる良さだったりとか、うん、チャーミングみたいな部分をできるだけ生かすような着せ付け方をするっていうことだね。それってイコール体型カバーにもなるから、確かに確かに、そう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 、そう面白いね。これね、あのちょっと一回またこの話だけですごく長くできると思うのでちょっと他にもいろいろ聞きたいことがあるから次の質問に移りたいんですけど、ありがとうございます。ここがどんな素敵なプレスルームかと思っている方もいらっしゃると思います、はい、ここはなんとりっちゃんがオープンしたサロンでいいですか。はい、そうですね、サロン、りっちゃんのサロンなの、はい、ちょっとこれお名前も含めて一度、はい、いいですか、ご説明いただいても。はい、こちらはアロンジというフランス語です。はい、フランス語でもね、レッツゴーっていう、まあ、いわゆるこうさあ行こうっていう、あの、まあ、とっても前向きな名前なんですけど、アロンジって、最後に -y で z s-y でっていうんですけど、うんうんうん、その -y って何かこう目的がある、うん、何か目的っていう意味なんですって。そうで、あのなので、まあちょとをきちんとしたおしゃれをしていきたい日のお洋服、うんうん、なんかなかなかこうワードローブの中に日常的なお洋服の中で、うん、じゃあ何か予定がある、例えばレストランに行くとか久しぶりのお友達と会う時とかに、うん、あの着ていく服ってなかなかこう、うんうん、ないじゃん。オイストレートは買えないよね。そうそうそう、ね、でそれをなんかこうまた揃えていくっていうのも、うんうん、そういうちょっとしたこうきちんとしたおしゃれをしたい時にぜひ、うん、あの皆さんにここに来ていただいて、うん、でお洋服はレンタルで、うん、はい、お返しするわけね。そうです、うんうん、はい、あの3泊4日で、うん、あのお送りするので、あの来ていただいて選んでいただいて、その日、日にちに、うん、あのお送りするの で、うん、でそれを着て楽しんでいただいて、そのまままた戻していただくっていうようなシステムになってます、うん、それはさ、リツコが選んでくれるの。そう、すごい。なのでちょっと1時間予約制になっているんですけど、うん、あの遠方の方は Zoom とかでもやらせていただくので、うん、はい、あのもちろんまあ来ていただいて、あの1時間あのいろいろ来ていただいて、私も選ばせていただきながら、その方のやっぱりこうパーソナリティをすごく私大事にしたいので、うん、あのお話しながら、どんな予定があって、どういうお洋服が普段好きで、うん、でもちょっとこういうのもチャレンジしてみませんかみたいなことも含めて、なんかこうきちんと1対1でその方にちょっとおすすめして、もしそれを気に入っていただけたら、そのままお貸し出しするっていう。それまた究極のパーソナルスタイリストってことだよね。そうね、なんかできれば本当に来ていただいて、うんうんうん、その方との雰囲気と体型とも見て、うんうんうん、っていう。で例えば普段こう、これを持ってるんだけど、うん、なかなかこう着れないわっていうのを洋服とかがあったら、それを持ってきていただいて、うん、気に入ってるスカートがあるんだけどって言ったら、うん、じゃあそれに合わせるトップスと、一応アクセサリーとかバッグとか靴もありますので、そのあたりも合わせてっていうことももちろん OK です。すごい。だから例えば結婚式とか二次会とか、うんうん、はい、仕事のプレゼンの結構大事な、はい、あの例えばワンピースとか、はい、まあ、これからそうね、これから会食とかね、会食とか、そうそうそう、旅行とか、うん、あの何でもいいです、パーティーとか、予定とか音楽会とか、はい、もしかしたら、ね、テレビに出る方もいらっしゃるかもしれないから、ね、ご面倒の方が、はい、例えばテレビ映りのいいみたいな、それをじゃあプロが選んでくれるんだ。そして買わなくてお返しできて、はいはい、究極のある意味りっちゃんもシェアできる、りっちゃんの、ノウハウと、ルールと、はい、美意識と、あと実物のアイテムもシェアできて、ね、お洋服自体も決してワードローブ、はい、クローゼットの中で、こう隅に置いてられることもなく、はい、必要な時だけ借りてお返しできるっていう、なんて画期的な。それはいつ頃から考えたの？大川さんにはね、ちょっとご相談させていただいて、相談というかね、話の流れで、話のね、あ、そうね、そうね、なんかこういうことやるんだっていう話はさせてもらってたんですけど、うん、でももうね、なんかこれ自体は実は、2年前から動き出していて、ちょっとあのコロナが、まさかのコロナがあったので、うん、ちょっと途中ストップしちゃったんですけど、うんうんうん、
まあ、とはいえ私今46なんですが、40過ぎくらいからもうなんかもうちょっと、まあ、時代もすごく変わってったっていうのも自分で実感していたし、何かこう今の時代とそれから私が大好きなこうアナログでこうちゃんと伝えるっていう方法を自分の、まあ、場所で発信していけたらなっていうのをちょっと考えてたんですよね。なるほどね、面白いね、すっごく面白い。なんかあのスタイリスト、まあ、私もそうだけど、はい、のキャリアのこう積み方って今すごくバリエーション豊かになっていて、はい、例えばあのブランド立ち上げる方もいるし、はい、まあ、私のようにあの逆にジャーナルを立ち上げる人もいる、はい、でりっちゃんみたいにこういったサロンを立ち上げる人もいてっていう、あのその辛く長く苦しいアシスタント時代とか下積み時代をさ経てさ、やっと好きなことができるっていう時に、例えばそのメディアからのお仕事を待っているっていうだけではない、この積極性、あの、はい、私これってすごく面白いなっていうふうに思うんだよね。やっぱり私たちが持ってるノウハウとかルールとか、もしかしたら才能みたいなことだったりとかをどんなふうに生かしたらいいんだろうっていうの、私自身もすごく考えたけど、リッツポはここに行ったかと思って私膝を打ったんですよ。そう、皆さんもすごいいいねって言ってくれてすごいホッとした。なんか素晴らしい、なんか自分の心と向き合った時にやっぱりちょっとずつこう、まあ、時代の流れと何かこう自分が何をやったらいいのかっていう葛藤は結構あったので、なんかそこを自分と向き合ってるけど正解がわからないみたいなこともやっぱり一時期あって、あの奥さんがおっしゃったみたいにやっぱりメディアからいただくお仕事っていうのに対して 120% で向き合っていたけど、何かその20年間のある意味ルーティンからちょっと離れたところでちゃんとまたやっていきたいなっていうのはちょっとあったの。なるほどね。そう、ついたかと思って、りっちゃんの良さと、あの、まあ、こう持ち前のこうなんていうのかしら、才能みたいなことだったりとか、それが全部融合してるなと思うんだけど、これはもちろんこのまま大事に育てていく、あのしっかりと丁寧にりっちゃんらしく付き合っていくあのサロンになるんだと思うんだけど、10年後、まありっちゃんも60近くなってるわけでしょ。そうです、50だから6になってるわけでしょ。そうですね、だから10年後スタイリストなのか、まあ、その仕事人としてなのか、どういう風に自分はなってたいと思うんですか。でもね、やっぱりね、ここのベースを崩したくはないんですよね、多分もっと自分が年齢重ねればもっと何かこうやりたいっていうか、まあ、その好きな洋服のテイストだったりとか、そういうことも変わってくるだろうし、何かこっから何ができるかっていうことを考えていきたいの。なるほど、じゃあここが本当にこの、ある意味人生の後半戦のベースになっていくっていうことなんで、今ゼロからスタートしてる気分、今までそれを私は、まあ、スタイリストとしてずっと同じ仕事というか、まあ、形でやってきているので、まあ、もちろんそのキャリアを生かしたこの形にはしているんだけど、でもやっぱり自分が50になった時とか60になった時何してるんだろうってふと考えた時がやっぱりあって、そうだからやっぱりその時に何か今までの形のままこうお仕事をやっていくっていうことよりも、もうちょっと自分のベースを作って、自分が発信できる場所っていうのを、自分らしいところを作るっていうのはなんかすごくあったかな。でそっから何を広げていくかっていうのは、まあ、今後50代60代になった時の自分の楽しみ、でもやってって分かっていくこともあるし、そう、この中で今は、お出かけする、ちょっとお出かけするための、ね、お洋服って言ってるけど、まあ、もうちょっと他に展開する方法もあるかもしれないし、まあ、地方に展開してるかもしれないし、なんかそのあたりはでもか、まあ、まずは私がきちんと皆様と向き合って、おしゃれの楽しさとか、その方の素敵な一日過ごしていただけるお洋服をあの、まあ、ご提案させていただくっていうことをやっていきたいな。面白いね。だから不特定多数の顔の見えないあの方たちに、ね、絵の発信をずっとやってきて、そこから一人一人と向き合うあの結構濃くて、深い、コミュニケーションにりっちゃんを連れてったんだよね、きっと。だからあの、まあ、仕事はね、私スタイリストっていうある意味あのたくさんはいないし職業かもしれないけど、もしかしたらあのキャリアの転換点を考えてる人だったりとか、まあ、今後人生の後半戦どうやって積み重ねていこうかなっていう方にも、きっとりっちゃんの話って響いたのかなと思います。でね、あのちょっとドキドキするんですけど、実は、まあ、対談はね、またほらあのすごく実はこれ編集されて短くなってると思うので長くなっちゃってるわけで、2回目は、私初めてスタイリストさん、プロのスタイリストさんに、自分がスタイリングをしてもらうって、だって一度もないわけだから、
だって自分がそういう仕事してるわけだから。なので、スタイリストがスタイリストにスタイリングするっていう、第2回もこの後展開しますので、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。りっちゃん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。